はい、サムネイル作ってます。こういうのね、こういうことでした。パーン、バンバンバン。こういうことでした。では、びっくりでしょ。あれ、日本の芸能人たち、不正アクセスして、Facebook 見に来てたんじゃない？見に来てたんじゃない？最初から。あれ？最初からあんな見に来てたんじゃない？辰巳良太郎。そう、イコーラ見に来てたんじゃない？不正アクセスして。知ってるはずやで。そう、なんで漏れてるの？そう、なんで漏れてる？そういうことでした。わかった。日本のゴミども、一言言うわ。さあ、本当にやるで。まあ、この木之本全域だけじゃなくて、日本全土壊滅させるぞ。まずは滋賀県と東京都23区を押さえて、これから四国を攻める方針があるぞ。同時に徳島へって。新山時代は脅されてん。ああ、徳島へって。徳島へって。そっくまに知ってた。本当にやると、イラク戦争を参考に。イラク戦争を参考にしました。そういうことでした。本当にやるぞ。冗談ではなく、やる。やるぞ、本当に。そう、本当にこれ、皆さん、その割には、なんで漏れてるの？なんで漏れてるんですか？なんで漏れてるの？不正。なんで漏れてるの？一言言う。水着の私、お前らも不正アクセスして見に来てたんじゃない？合間に、PC とか使って。見に来てたんじゃない？お前らも。見に来てたんじゃない？それで漏らしちゃえの？それで漏らしちゃえの？なんで知ってるの？知ってるはずやで、Twitter で投稿したもの。当たり前よ。同じものに決まってるよ。現物はもうとっくの前にな。Facebook とはな、アルバムに保存してます。そういうことは、なんで知ってるの？そう、なんで漏られてるの？なんで知ってるの？Facebook、一応公開してるんだけど、公開式にしてるんで、漏れてるんですけど、そういうことでした。海外の皆さんは知ってるから。リチャードさんも。なんで知ってるの？で、なんで知ってるの？そう。そう。なんで知ってるの？なんで漏れてるの？知ってるはずだよね。知ってるはずだよね。なんで？そう。リチャードさんたちも見に来てるで。当たり前の。一言言うわ、皆さん。私のところは、当たり前、自分の言うアカウントはないよ。当たり前です。一言言うわ。別に、公開してたで。見に来てたんじゃない？お前らも。見に来てたんじゃないですか？前々から投稿してたんやね、Facebook に。当たり前、公開式で。公開してたね、最初から。最後、公開してたんやろ。
そういうことでした。皆さん見に来てたよね。同じもの投稿してるんやけど。とこの前に同じもの投稿してる。一言言うわ。このツイッターこれ前がフェイスブックに載ってますよ。ここにいますよ。一言言うわ。これここに載せてるんやで。とっくの前に世界中に配信してるんやで。世界中に配信してます。同じような内容ですよ。ほとんど共通です。これですよ。私最初からやってるのバカじゃないの。自分でやってるんだよ。最初から同じものとこしてんやね。どういうことですか。これどう説明するん。っていうか私元からここに投稿してみようよ。見に来てたんじゃない、あんたら。見に来てたんじゃないか、西島郵送庫の長間工場のメンツたち。見に来てたんじゃない、あんたらも。知ってるはずやで。知ってるはずやで。知ってるはずやぞ。どういうことです。なんでし、どういうこと。なんで、見に来てたんじゃん。見に来てたんじゃん。知ってるんじゃん。なんで、同じような一言言うわ。これずっと前からずっと前に作ったやつやで。ずっと前に作ったものを、作成したんやで。ずっと前に作ったものを今投稿してるんやで。当たり前よ。最初から、普通にこれ作ってたよ。バカじゃねえの。そうでした。ってバカじゃないのお前ら。見に来てたんやん。こういうの、あれ各国の皆さん見に来てたんじゃないの。知ってたんじゃない。知ってるんじゃないの。ごめんごめんごめんね、ちょっと。メディカルね。すみませんか。そういうことでした。よう分かった。そういうこと、そういうことでした。皆さん一言言うわ。見に来てた。同じようなものを投稿してるんやね。当たり前やろ。これずっと前に作ったやつやで。これずっと前に作ったやつですよ。これずっと前作ったやつですよ。今古いから言うわ。ずっと前作ったもんです。そういうことでした。そういうことでした。ウィキペディアに
まあそういうことね。うん、最初から厚生労働省、お前ら入ってきたの知ってるぞ。本当に最初からお前らあんな売れなの知ってた。うん、最初から信用してません。そういうわけで、こういうわけで日本政府を潰すことにしました。最初は日本政府なんて倒すことにしたんや。うん、わかった。最初からあんな日本政府を倒す勝ったんや。そういうことで、あ、オーダーや。あー。あー。あー、安藤美沙か。あー。っていうか、あー。あー、やっぱ護衛で来たか、ハス。ケーブル。いやー、赤坂城のメンツたち、やっぱ護衛で来たか。やっぱ文句言いに行ったか。うん、おーやっぱり、かん、そうやっぱりね、もう知ってたね、安藤美沙子だ、あんな青波知ってましたよ最初から。うん、うん、あれは知ってたて。うん、知ってたんじゃん最初から。うん、見に来てたはずやよ。同じようなもん投稿してに決まってるよ。うんうんうん、あれは同じもの投稿してに決まってるよ。もうよかったよ。とかよ、俺の女もう古いぞこの MP。 こういうことや。うん、もう、そう、そう、井上マリア、お前らも見に来てたはずやで。うん、お前らも見に来てたはずやぞ、フェイスブックのページ。そう、知ってるはずだ。そう、知ってるはず。これ、わかる。ああ、不正アクセスしてる証拠。そう、あーやっぱりね、まあ、あーやっぱりアーツビジョンか、やっぱりな、あーもう、日成派か、あー、わかった。西成屋の連中やん。ああ、西成屋の連中やん。ああ、西成屋の連中が、松田、お前やったか。お前やったか。本当に。びっくりした。中原舞。お前か。もう分かってる。あの声の人、そう、中原舞だ。うん、中原舞だよ。本人だ。うん、中原舞です。ああ。中原舞です。ああ、間違いない。うん。あの舞姫の作品でとか、あの空をかける少女で、あセリフ言ったんね、お前の君を向いてるって、このセリフ覚えてるか。さあ中原舞やで、覚えてる覚えてる、くせ聞いた中原舞だ。ああ、あーやっぱり、ああ水木やったか、ああお前やったか、ああお前か。さああいつやったんか。お前が電話してきたのさ、水木や、お前やったんか。ああ
前やったんか、やっぱりな。お前やったか、お前やったんか、お前やったか、お前やったか。お前やったんか、びっくりした、本当に。お前やったんか。というわけで警視庁、これどういうことだ。お前らあんなに知ってた上で、そういうわけだ。茂村、三島清、秋松のやつ、矢吹敏郎、お前ら4名格好悪いよな、このテロリスト。お前電話してきたんか、喧嘩売ってきたんか、こういうことや。うん、最高。お前テロリストだと思ってる。うん、お前やったとはびっくりやな。うん、お前が電話してきたんが こいつか。ああ、こいつ押しを男声使える、とんでもないヒュードルです。ああ、テロリストです。ああ、テロの神なんや。残念だけどね、神っていうよりイコールテロリズム、レイリーオブ、レイリーズオブ、レイリーズオブ、テロリズム、あ、ベノミズムって言う。こいつテロリストです。そう、あ、年齢不詳のテロリストだったよ。さあ、なんか最近の結婚したって言うけどね、なんか女の子がおた、うんだ、はい、SNS 上で揉めたんよね。どういうことでしょうね、テロリスト。ほんとびっくりした。どういうことやん、ほんとに。本当にびっくりした。本人だったとはな。ああ、さあさあ、ジャニーさん、俺の親父です。さあ、あ、おびっくりやん。どっかで見た、ああ、ジャニーさんのあの顔見て、ああびっくりした。ああ、さあ、ジャニーさん、ああ、ほんとびっくりした。そう、俺はもちろん佐久間レイとジャニーさんの子供だったんですよ。佐久間レイさん、もしかしてジャニーさんお付き合いしてたらびっくりやな。うん、そういうことでした。やっぱ須藤郁夫の件か、久保の件でやっぱ、ジャニーさんに相談してたからな。そうか、そう、あれ佐久間レイさん、あ、スメラギアイかね、結構親譲りってことで、うん、何事だ。おふくろだった、びっくりやな、本当に。あ、俺ジャニーさんな、まあ最初から見るにはどうでもいいんや、あいつ。ああ、あ、お前やったか、お前の声か、お前やったんか。どんな男声してんねん、本当にびっくりした。ああ、もうびっくりした。お前が通報してたんか。おい、これどうする気や、この監禁の。お前が病気通報したんか、ここの連中相談にして。そういうわけだ。どの道の滋賀県全域、東京都攻撃、それと四国はすぐに解放する。お前が支配者か、世界連邦って作って。別に反対どうこうじゃねえ、そんなもんどうでもいいんや。たまたまあんなん、まだ知らんかったね、それだけ。それともあんなに裏部言ったろ、お前ら発表してるあの水際の公式サイトどういうことやねん。新山にどこにもなかったとは、新山市長と水際のちょっと場面ないぞ。普通飾られてるよね、こんな有名な方やったり。大体あの、うん、長間でも、うん、山地公式の観光大使。それと皆さんびっくりやろ、大津行ったらね、西川貴教ね、さあ宮崎大蔵のツーショット場面の写真ないよ。観光大使やったらなってるわ。さあメアリージェンもないんです。さあびっくりやろ、ここら辺にあるんやけど、まれにないんや、まあ、あるんやけど、さあほとんどインチキでした。うん、ほんとびっくりやな。宮崎大蔵、お前覚悟悪いんやろな、これに基づいて厚生労働省と日本赤十字社、滋賀県に対して長町に対して損害賠償請求できるんやろ。7兆円ぐらいね、莫大な賠償金手に入るって言われて、損害賠償請求できるって。さあ、こういうことでした。
要はお前ら俺の交通事故とあの福島県俺を拉致したとか誘拐したけん、お前ら隠蔽してたそうやな。誰とあの木本翔がこれの俺の頭ガードレール打ったけん放置してたような教育委員会黙ってたんかこれというわけでな、上田慎一郎、鈴木伸びろ、お前らあの国会呼び出すわ。俺は首相になったら呼び出すわ、本当に怒鳴りつけるぞ、本当に呼び出すわ、本当に証人関門座だよ、怒鳴りつけるぞ。お前ら、あざいやすいろ、見上げ来い。お前らも知ってるだろ、吉田俊介、坂本大輝、坂本翼。お前ら知ってるだろ、モクション連中。知ってるだぜ、高森一世、お前、イカ君。知ってるだぜ、清水優作も知ってるだぜ、俺の件も、頭打った件。吉田大輔、お前も知ってるだぜ、目撃してるだぜ。お前ら、助けなかったね。どういうことや、俺を殺すために、わざと女、放置したんか。笑い事じゃねえ、本当に。本当に頭打って。死にかけたよ、本当に。血まみれやってんよ、本当に。残酷やけど、本当に血まみれやってんよ。ああ、本当に。ああ、本当に。びっくりした。ああ、本当に。びっくりした。あ、俺、わかる。ああ、沢氏落ちやろ。ああ、やっぱりね。沢氏の右利きか。沢氏の右利きか。ああ、やっぱりね。何？青鬼か、うん、やっぱ青鬼か。あ、プロ。どうも皆さん。言っとくよ、これ前々からこれね、これずっと前に作ったやつやで、もうずっと前に作ったやつや、そうずっと前に作った、あなたたち知ってたんじゃない、あなたたち知ってたじゃないですか、あなたたち知ってるでしょ、見に来てたはずやで、あ見に来てたんじゃないの、丸み公開してる、なんで？ああ、足を見きた。やっぱり沢城みゆきか、お前か、お前か、全然気づかなかった、ああ思い出した、沢城みゆき、男の声出せるって、ああ沢城みゆき、ああ分かった、お前か、お前やったか、思い出した、そう沢城みゆき、ベルゼバブでさ、ベルボー役で声、男っぽい声、よ少年役やってたからさ、思い出した、沢城みゆきやん、思い出した思い出した、沢城みゆきですね。というわけでちょっとこれ見ながらご説明するね。でまあこれ見ましょう。俺の映像やったんや。ああいや。でなんでさリーサ君あのデモンストレーションに報道しないの。最悪やな、都合の悪いものな、こいつ、わかるんだから、さあ、皆さん、明日の週都議会議員選挙でもし自民党が不正選挙したら必ず、まあ、リグレコードとか日本の全芸能事務所に苦情で電話させて、さあ、こいつらやりました、不正選挙、水際の件で苦情言ってください、こいつらに言ってください、自民党公明党や総務省さんが東京都選挙管理
テロをやって自民党復活して何が楽しいじゃん。俺急に仕事が増えたもん。相当仕事減ってて俺民主党だぜ。奥も潰しやる。お前か。そのつもりやん。いい感じしろ。どういうことや。今ジャパンの強行路線じゃん。どういうことや。あ、わかりました。小島さんか。あんたかい。そういえば男声出してたな。思い出した。思い出した。男声。あ、わかった。もう一人。井上マリナや。ああ、もう井上。井上って、あいつも確か。あ、男声出してたな。確か。ハリセンごとくで。よう出してたな。よう出してたな。よう出してたな。
もうどうだ。マジでか井上さんか井上マリナか井上かい、お前かい、お前やったんか。あ、そうや、井上マリナの男を言ってたんよ、相手のごとくでよう出してたの、思い出したら井上やん井上か、もうだからそういうことやな、もうびっくりした、まあそ、もうそういうことか、もうびっくりした。要は皆さん俺の取り合い合戦し始めた俺の取り合い合戦したから、まあ、どうもかんと思った。そういうことでしたか。びっくりした。な、でもお前らちょっと調子乗るな、これボケ。本当に笑い事じゃねえよ。頭打ったんやん。どういうことやん。責任取れよ、これボケ。というわけで、宮崎と藤井、この木本の連中、分かってるな、爆撃するぞ、本当に。攻め行動、本当に。やってみろと。やるわ、本当に。やるぞ、あれ。冗談なくやる。本当にやるつもりやぞ。やるぞ、本当に。全面戦争や。ああ、いうことや、本当に。まあ、俺もねえな、もう。そういうことでした。まあ、いいわ。